はい、こんばんは。1月15日、月曜日です。時間は10時を回りました。これよりのんびりライブ、よさこい大師さんを始めたいと思います。今晩はね、昨年開催された、黒潮よさこい祭りですね。その中の一部分と、あといろいろ、拾い出してお送りしていきたいと思いますので、よろしくお付き合いお願いします。それではどうぞ。これじゃないですね。最初はですね、原始さんですかね。福島学生原始。元気があったですよね、この MC さんね。ちょっと今ね、最初はちょっと声が出てなかったので、もう一回最初からお送りしますね。ごめんなさいね。会場にお越しの皆さん、演技曲シルベを通して原始として何より一人の踊り子としてそれぞれに輝ききらめき合う、そんな夢のような一時が皆様に届けることができますように思いを込めて披露させていただきます。そして魅了する喜び、踊ることの楽しさ、これらを忘れず皆様の心を照らし全力で突き進んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。気をつけ、よろしくお願いします。まだ見ぬ先へ思いを馳せ、原始2020シルベ。
はい、昨年開催されたね、黒潮よさこいの、福島学生元首シードさんの演舞でした。続いては、千代蓮北天会さんですかね。幼い頃、読み聞かせをしてもらった絵本。でも、いつの間にか大人になって、その気持ちは忘れてしまったことでしょう。今日は、千代蓮北天会が見ても聞いても楽しめるお日様の話をお届けします。それでは皆さん、こんばんは。着席、あ、違うかということで、千葉のよさこいチームの千代蓮北天会です。こんな素敵なステージで演舞させていただけることを光栄です。今年1年最後の踊りになりますお祭りではですね、最後の踊りになりますので精一杯演舞させていただきたいと思います。それでは参ります。千葉のよさこい千代蓮北天会でした。どうもありがとうございました。はい、黒潮よさこい祭り2023ですね。千代蓮北天会さんの素晴らしい演舞でした。次はですね、ガラン45、35時さんですかね。千代蓮北天会の皆さん、ありがとうございました。
はい、これより、ね、このスタイリッシュなチームガランさんの演舞を見ていただくんですが、このファイナル演舞、関東賞演舞の後になぜ登場していただいたかという説明をさせていただきます。昨年実はですね、このファイナルステージ、ガランさん、圧巻の演舞をしていたのにもかかわらず、我々の採点ミスによってファイナルに残してあげることはできませんでした。私らのミスでした。そのお詫びを込めてですね、この踊り子一人一人の日々の鍛錬は、こういうファイナルに残るとか、こういう、勲章によって報われるべきだっていうふうに、ものなのに、我々のミスで、そんな重大な、結果に及んでしまったと、そういうことが、そういう背景がございました。これで、ここでこの1年遅れのファイナルステージを、はい、演舞していただこうと思ってここに立ってもらってます。そういうつもりで見てください。よろしくお願いします。ご紹介にあたりました、ガランと申します。お話いただいた通り、20年黒潮よさこい大変な苦労があったと思います。そんな思いにも負けず、これほどの踊り子を楽しませ、たくさんのお客さんを呼び込み、こんな素晴らしいお祭りをこれから先10年、30年と続けていっていただきたいと思い、このような栄誉あるステージ踊らさせていただきます。ガラン、年内最後の演舞となります。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ガラン2023イライス。
てくださった全ての皆様にありがとうございました。はい、ガラン45、35度さんの演舞でした。ガランの皆さんありがとうございました。続きまして黒潮美女さんの、それではお送りいたします。黒潮美優はクラス黒潮よさこい祭りのオフィシャルチームです。やるからには上を目指すをスローガンに日々の活動に精進しています。唯一無二の美優ワールドをお楽しみください。黒潮美優入場。はい、今現在ね、ファイナル10チームの猛者たちの演舞が終わって、今集計をやっている最中でございます。その間に、時間つぶしで我々は登場しております。またまたの登場なんですが、もうこれが本当に最後の最後の演舞になります。この会場に、ね、残って応援してくれている皆さんに感謝の思いを込めて全力で演じ切りたいと思います。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ヒーローのエンターテイン日々遊ぶたなびくその影に願い顔と
ラビューナオレ。はい、こんな寒い中ね、ずっと長時間応援してくださったこの会場にいる全ての人たちに感謝を込めてお礼したいと思います。京介レッ、ありがとうございました。よいしょ。岡田みどりさん、それでは参ります。桜咲く香取神宮に旅人が、時祝い。
願いのあぐらかさまをお祈りいたします。お願いのさまいたいわくわを真実一番わーか盛り上げてまいります。皆様引き続きお取り出しよろしくお願いいたします。
けれども、はい、はい、私泉田、そして、はい、私浅野克盛と申します。どうか一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ちょうどね、時間になりましたので、これで今晩ののんびりライブ、安子井大吉さんは終わりたいと思います。次回ね、続きからお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。